はい、どうもケンさんです。はい、一二サシです。はい、今日はですね、はい、本当お散歩動画を撮ろうと思ったんですけど、はい、まあ雨が降ってきたということで、ね、ちょっと意外と降ってたり、結構急に降ってきたりさっきもしてたので怖いので、ちょっと趣向を変えてドライブ動画を撮りたいと思います。はい、またお散歩動画はね、いずれ。そうですね、撮れたら、まあ、ドライブもね、うん、あのお散歩も歩くのか車の違いだからね。さすがです。そうそう、なんかうちらあの何が久しぶりだからね、うん、最近はなんかどんな感じでしたか。そうですね、最近、あ、最近といえば僕、うん、あの映画よく見るんですけど、映画、うん、映画好きやもんね。そう、映画好きなんだけど、うん、あのすごい面白い映画ありまして、うん、あの Once Upon a Time in Hollywood、うんうんうん、これ8月末から一応上映してたんですけど、うん、僕10日以内に、うん、映画、はい、映画館で3回見ました、はい。10日で3回見た。マジで、はい、3日4日に1回ペースです。それ相当ですよ。そうですね、あの Once Upon a Time in Hollywood っていう、うん、まあ、あのブラッド・ピットとレオナルド・ディカプリオが初共演した作品なんですけど、うん、タランティーノの監督の、はい、めっちゃめちゃ面白い。マジか。マジで面白い。あのあんまりネタバレになるとあれだから、はい、どういう系なんですか。俺まだ予告とかも見てなくて、予告というか、ハリウッドでまあ、昔あった事件を元にした作品なんですけど、うんうんうん、そのまああれだね、一応その事件調べてから見た方が絶対楽しめる。あ、そっかそっか、その、うん、実際にあったことだから、そう、それを起源を知って、そう、から見た方が面白いと。そうなんです。いいね。そして10日だって子供かな。10日に3回も見たでしょ。そうですね、10日の間に3回見ましたよ。それなかなかとか初めて聞いた俺。そこまで結構映画っていい映画って僕見返したりするんですけど、うん、そうですね、3回ってなかなかないんですよ。聞かない。しかも正直なんかセリフとか覚えちゃってきてて、すごい、でもすごい面白くて、本当に、うん、まず、うん、ブラッド・ピットかっこいいんですよ。ブラピがかっこいい、本当に。で、そう、ディカプリオ、レオナルド・ディカプリオもめっちゃかっこいいんですよ。いや、いいね。なんか本当演技力あるし、うん、で、そうなんですよね。その事件を知ってるからこそ、うん、あ、こういう結末なんだっていう風にすげえ楽しめるんですよ、うん。それいいこと聞いたね。多分そう、何にも調べないで、うん、見ても全然楽しめるとは思うんですけど、うんうん、事件調べてから見た方が、うん、おすすめと。おすすめですね。おー、俺もまだ見てないけど、見てみたいな、そこまで行ったら。本当に、面白いですよ。最近見た映画だったら一番面白いですね。おー、最近俺映画見たいんだけど、あんま見れてなくて、あんまというか全然見れてなくて。あー、あ、最近、これからだったらジョーカーとかね、絶対面白いよね。ジョーカー。ジョーカー。ジョーカーも。もうなんかその、これからのやつなんだ。これからのやつなんだけど、絶対面白いと思う。いや、いいね。楽しみがいっぱいですね。さっすのちょっといろいろ映画教えてもらおう。ぜひぜひ。なんか映画は見れてないもん、音楽ばっかりで最近、うん、いや、いかがですか最近、なんかいい音楽はあります？最近、あれなんですよ、いろんなアーティスト聞くんだけど、うん、まだ顔を晒していないというか出していない、ずっと真夜中でいいのに。ああ、聞いた聞いた、うん、すごい好きで、もう前も一応ちょっとちゃんと言ってたんだけど、うん、本当に好きで、うん、なんか久しぶりにやべえなみたいな、いいよね、そうそうそう、癖になる。声もなんか、なんか通る声で、そうだね、すごい耳に残るし、いや好きなんですよね。うん、いい曲だね。そう、いや本当に音楽ばっかりだね。うん、なんか俺も結構聴く。確かに音楽好きやもんね。うん、結構聴くね。だからいろんな音楽を知りたいね。そうだね、そうそう、確かに。でも、あれにはね、勝てない。愛はあるけど、音楽愛はあるけど、うん、10日に3回見るっていうパワーは勝てないね。いや、でも、10日に3回って言っても、まあ、別に、あ、まあ、でも、あれなんさ、うん、いい映画っていうか、うん、面白いなっていうのは、うんうん、2回見たりするとかするんだけど、3回は俺もあんまないんだけど、うん、3回は聞いたことないもん、俺、結構、いい作品だったなって、うん、やっぱりなんか、映画館で見るのと、うん、家で見るのって違うんだよね。うんうん、俺映画館でポップコーン食べながらいつも見るんだ、うん、あ、いいね、だから3回ともポップコーン食べてる。いいね、ポップコーン。なんかなんだろうね、あの映画館で食べるポップコーン、美味しいあれって何なんだろうね、本当に。なんか
見物とかもね、うん、いや、見に行きたくなってきたもん。で、そのワンサーパータイムハリウッドも前売りとか買ってたから、うん、ポスターもらえたんですよね、うんうん、そのポスターがめっちゃかっこいい。マジか。その飾ってる？そう、飾ってる飾ってる。いいね。そこのあの映画の普通のポスターなんだけど、うん、ただその公式サイト載ってるかな、うん、普通のなんかあのね、うん、映画のポスターなんさ、うんうん、本当にだからめちゃめちゃかっこいいんですよ。かっこいいね。やべえんですよ。いやー、ちょっと見るわマジで。いや、本当おすすめ、うん、見たい。絶対見る。面白いっすよ。今ここに宣言する。この動画にも残すわ。俺は見ます。どうでもいい、はい、俺は動画を動画だったけど違う違う、あ、映画を絶対見る。閉まらない感じが僕ですよ。僕らとは言わないよ。いやいや、僕らです。僕らです。さし優しい、はい、では終わります。バイ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 。